ユーリー・ウラジー・ミロビチ・アンドロポフは、ソビエト連邦の政治家、軍人。レオニード・ブレジネフの死後は、ソビエト連邦共産党中央委員会初期長、ソビエト連邦最高会議官部会議長として、同国の最高指導者の地位にあった。党中央委員会、第二初期、国家保安委員会議長、中ハンガリー人民共和国ソ連大使を歴任。軍の階級は、上級大将。 詩人としても知られる。長らく秘密警察のトップたる KGB 議長を務めた。初期長に就任後は、ブレジネフ時代に蓄積された停滞と腐敗の一層、労働規律の強化に乗り出したものの、就任半年後に病に倒れ十分な成果を収められなかった。しかし、彼の構想の一部は、自らが目をかけて引き立ててきた同郷の後輩である、ミハイル・ゴルバチョフに引き継がれた。 公式記録によるとアンドロポフは1914年6月15日、ロシア帝国スタブロポリ地方ナグツカヤに誕生する。アンドロポフの家族に関する情報は謎めいており明らかになっていない点も多い。父はドンコサックの家系の鉄道労働者であり、アンドロポフが幼少の頃の1919 19年にチフスに罹患し亡くなったとの説もある。1936年に ルイビンスク水運技術専門学校を卒業。ボルガ蒸気船などに勤めた。1939年にソ連共産党に入党。ソ連共産党中央委員会附属高等等学校を卒業後の1940年からカレリアのコムソモール第一初期を務め、フィンランドと国境を接するカレリア自治共和国を担当する。独祖戦が始まると、 カレリアでパルチザン活動に入り、1944年にその首都ペトロザボーツクが解放された後は同市での党活動に移る。1947年、カレリア党第二初期に就任。住民にフィンジンを多く抱え、ソ連フィンランド戦争で一時フィンランド軍の占領を受けるなど複雑な事情を抱えていた地域で指導者として政治的力量を認められた。 中ハンガリー大使1951年に夫を空自年の推薦でソ連共産党の国際活動、外交及び諜報部門に活動の場を移し1954年7月には中ハンガリー大使に任命された2年後の1956年にハンガリー動乱が勃発ハンガリー国民は放棄し社会主義の打倒を目指したアンドロポフはこの事件を 反革命、反社会主義の暴動と非難し、ソ連の指導部と連絡を取りつつ、軍隊を派遣して、ハンガリーの社会主義政府を支援すべきだと考える。彼は、軍事介入に消極的だったニキータ・フルシチョフ第一初期を説得し、ソ連軍の派兵を実現させた。結果的には、動乱鎮圧に成功したものの、その過程で2500人以上が死亡し、 ハンガリーの指導者は逮捕され、同国首相のナジームレは処刑された。その冷酷な弾圧手法がゆえに、アンドロポフは西側諸国からブダペストの虐殺者として知られることになった。共産党中央へ1957年、アンドロポフはモスクワに戻り、党中央委員会の社会主義諸国共産党、労働者党連絡部長に任じられる。また、中祖会談代表として、 中ソロン層に深い関わりを持つ。アンドロポフは、その職責の中にあっても、ハンガリーでの出来事を忘れることはなかった。ソ連の外交官、オレグ・トロヤノフスキーによると、アンドロポフは、ハンガリー動乱について、あなた方は、それがどんな様子だったか到底想像できまい。何十万人もの人々が街に溢れ、完全に制御不能になっていた。と語り、 その後も檻に触れ話し続けたという。その様子とは怒り狂った群衆が警官を殺害していた様子である。アンドロポフはソ連でそうした光景を目にすることを恐れ、それを防ぐために全力を尽くしていたと言われている。1961年の第22回党大会以降は中央委員となった。1962年には中央委員会初期に昇進した。 KGB 議長時代のアンドロポフ1967年に中央委員会を離れ、ミハイルスースロフの推薦で国家保安委員会議長に就任し、1982年に初期に復帰するまで、以後15年の長きにわたって同職を務めることとなる。KGB 議長就任と同時に政治局員候補となり、1973年に投票権のある正規の政治局員となる。 秘密警察の責任者が政治局に入るのは、ラブレンチー、ベリア以来のことであった。これは、ベリア追放後に、フルシチョフの発意で、軍と秘密警察を党の統制下に置くため、国防省と同じく KGB 以上の政治局入りを禁止してきたのを、ブレジネフが解禁した結果であった。1973年には、アンドレー・グレチコ国防省も政治局員となっている。 KGB 議長としては外交面での緊張緩和がソ連国内でイデオロギーを主観させることに関して警戒し、瞬間な治安政策をとった。アンドロポフは KGB 議長の任にあった間、人権のための闘争はソビエトの国家基盤を弱体化させる帝国主義の陰謀であると主張し、反体制派の弾圧に取り組んだ。 1967年7月3日にアンドロポフはイデオロギーに関する政治犯に対処するため KGB に第5総局を設立する提案をし、同月末に設立された。1969年1月のブレジネフ暗殺未遂事件後、アンドロポフは拘束された狙撃犯ビクトル・イリーンの尋問を主導。イリーンを強人と断定し、 精神病院に強制収容させた。同年4月29日、アンドロポフは党中央委員会に対し、反体制派からソビエト政府及び社会主義秩序を守るための精神病院のネットワーク、構築計画を提出。さらに、アンドロポフの提案が聞き入れられる形で、反体制派との闘争に精神医学が利用されるようになった。その後、数十人の 反対性派が精神病を口実にして精神病院に収容され、さらに数十人がソ連国外に追放された。その中でアレクサンドル・ソルジェニーツィンを国外追放とし、アンドレイ・サハロフをゴーリキーに流刑にするなど、反対派の弾圧に拉腕を振るった。一方で、KGB 議長としてソ連内外の情報を管理、実質する立場から、ブレジネフ政権時代の後半の 停滞の時代にあって、危機意識を強め、体制内改革を施行するようになっていった。汚職の摘発にも、拉ワ腕を振るい、ブレジネフの親族の逮捕にも大なたを振るった。KGB 以上が政治局に入ることを禁止した、フルシチョフの措置を解禁させた、ブレジネフであったが、その措置によって強大な権力を得たアンドロポフに、求心力を削がれていくという皮肉な結果になっていった。 1975年7月、アンドロポフは、ロシア皇帝だった、ニコライ2世とその家族が1918年7月に、殺害されるまで遊兵されていた家が政地化していた、現状を危惧し、ブレジネフに、同家の撤去を進言。政治局の承認により、1977年9月に、スベルドロフスク州と第一初期のボリス・エリチンの指揮の下で取り壊された。 アンドロッポフの反体制配抑圧計画の中には、1961年に亡命したダンサーのルドルフ・ヌレーフを殺傷する計画も含まれていた。また、フョードル・クラコフや、ピョートル・マシエーロフラソ連の政治家の突然死の黒幕はアンドロポフであると考える人もいる。2013年に機密解除された文書には、 KGB 議長たるアンドロポフがジョン・レノンの死を追悼する無許可の集会の開催を防ぐよう指示した旨が記されている。1968年のプラハの春に際してはチェコスロバキアに対して取られている極端な措置を指示した。KGB 工作員によってワシントンからもたらされた CIA も他の機関も チェコスロバキアの改革運動に関与していないことを証明する確かな資料を手に入れたとの報告もアンドロポフの考えていた陰謀論と矛盾していたため聞き入れられなかった。アンドロポフはチェコスロバキア共産党第一初期のアレクサンデル・ドゥプチェクラ同国の改革者に対して革新作戦と称される積極的な措置を命じた。アフガニスタン民主共和国への軍事介入の是非が 議題となった1979年3月の政治局会議の時点でアンドロポフは介入に反対していた。国際社会からの批判や今後予定されていたアメリカのジミー・カーター大統領との戦略兵器制限交渉に影響を与えるのではないかと懸念したためである。しかし後に考えを改め、いかなる状況でも アフガニスタンを失うことはできないとドミトリー・ウスチノフ国防相と共に軍事介入を主張し、同年12月24日にソビエト連邦軍はアフガニスタン侵攻を開始した。同侵攻は結果としてアンドロポフの懸念通り、1980年のモスクワオリンピックへの西側諸国のボイコットを招き、一部にはソビエト連邦の崩壊につながったと考える人もいる。 1980年のポーランド民主化運動発生後、ポーランドのボイチェフ・ヤルゼルスキ国防相と面会。1981年12月10日、ポーランドの連帯運動に直面したアンドロッポフは、スースロフ、ヤルゼルスキと共に、ブレジネフに対し、ポーランドにソ連軍を派遣すべきではないと進言した。アンドロッポフはソ連が、プラハの春の二の前を演じることを恐れていた。 したがって、ポーランドの鎮圧には、ヤルゼルスキーかポーランド軍がこれに当たることになり、これをもって、ブレジネフドクトリンは終焉したものと捉えられる。アンドロポフは、ブレジネフの指導力が低下するにつれ、外相のアンドレー・グロムイコ、国防省のドミトリー・ウスチノフと共にトロイカを組み、ソ連の政策決定に大きな役割を果たすようになる。1982年1月に、 ブレジネフ政権を支え続けた事実上のナンバー2であるミハイル・スースロフが死去した。2月になるとスースロフの死を待っていたかのようにブレジネフ一族のスキャンダルがモスクワ中に広まった。摘発の黒幕は他でもなくアンドロポフだったという。彼はブレジネフ一族及びブレジネフの悲喜で指導部に入り込んだアンドレイ・キリレンコ、コンスタンティン・チェルネンコ、 ウラジーミルシチェルビツキーら側近の乱脈な生活ぶりを苦々しく思っていたという。ブレジネフの追い落としまでは考えないが、いずれ来る、その死去の際には、ブレジネフの移住の人物とりわけ、チェルネンコを後継者の座につかせないことが狙いだとされた。5月にスースロフの公認として、中央委員会デオロギー担当初期に就任し、第二初期としての地位を確立。 ブレジネフの最側近で後継者と目されたチェルネンコを追い上げていった。1982年11月10日、ブレジネフが死去した。10月革命65周年を盛大に祝賀した3日後のことであった。アンドロポフは葬儀委員長に就任し、大勢を決した。共産党の官僚組織を背景とするチェルネンコに対し、アンドロポフの背景には長く、 議長を務めた KGB と政治局員、ウスチノフをはじめとする軍があった。後継書記長を決める政治局会議では、ウスチノフがアンドロポフを推薦したとされる。一方、正式の会議の前には、根回しが済んでおり、自身の不利を悟ったチェルネンコは、第二書記としての処遇を受けることと引き換えに、自らアンドロポフを推薦したとの説もある。11月12日、 ソ連共産党中央委員会初期長に就任する。彼の初期長就任は元 KGB 議長という肩書とハンガリードーランでの彼の役割に鑑み、西側諸国からは警戒感を持って受け止められた。1983年6月からは憲法上の国家元首である最高会議幹部会議長も兼任。また国防会議議長も兼ねた。チェルネンコラは アンドロポフの初期長就任にあたり、前任のブレジネフの基本路線を踏襲することを求めた。これに対しアンドロポフは、基本的には、ブレジネフ路線を継承しつつも、直ちに軌道修正を図った。アンドロポフは、前述の通り、政敵のチェルネンコを第二初期として騙し、彼と政治局の職務を分担した。アンドロポフは、政治局の活動を監督し、 国防、内政、外交、対外貿易を担った。一方でチェルネンコは、KGB、内務省、政党機関、イデオロギー、プロパガンダ、文化、科学、高等教育などと多岐にわたる分野を所掌することとなった。アンドロッポフはまた、若い世代の改革派を多用した。同郷で、若手の党活動家だったミハイル・ゴルバチョフを登用し、 ペレストロイカへの道筋をつけた。政治局員には、ヘイダル・アリエフ、ビタリー・ウォロトニコフ、初期には、ニコライル・ルイシコフとエゴール・リガチョフを登用した。自身の古巣の KGB 議長には、ビクトル・チェブリコフを任命した。しかしこの段階で、アンドロポフ政権の権力基盤は、人事移動が主として、現業部門の大臣、次官あるいは、党中央委部長等の、 いわゆる中堅幹部クラスが中心であることに加え、アンドロッポフ自身の健康状態が必ずしも良好でないこともあり、完全に確立しているとは言える状況になかった。初期長就任後、汚職に対しての好奇粛性に着手した。ソビエト経済は莫大な軍事費によって不安定化し、問題を抱えているということをアンドロポフはよく知っていた。 そこで彼はそれを正すために汚職と闇経済との戦いを始めた。闇経済はブレジネフ時代の後期に蔓延し出していた。アンドロッポフは演説の中で私たちは失った時間を取り戻さなければいけないと強調した。ソ連経済の停滞に対する危機感をあらわにしたと同時に強烈にブレジネフを批判したのである。ソ連経済立て直しのために 抜本的な手を打たなければならないというのが経済関係者の共通の認識であった。そしてアンドロポフ政権発足とともにかつて見られないほど経済改革を求める提案が出された。製品を入れる木箱や細々とした道具類まで作る巨大工場を細分化し効率の良いミニ工場を目指すべきだとの論文からタクシー等は 個人経営を推奨すべきだとの意見まで公表された。共産主義建設の過程でソ連よりはるかに後方にいるはずの東ヨーロッパ各国、特にハンガリーを見習えと呼びかけた学者もいた。その一方でアンドロポフは規律の強化によっても経済再建を成し遂げようとした。警察は勤務時間中に路上にいたり、 酔っぱらったりした人々を拘束し始め、ウォッカの値上げによる種類追放で労働者の生産性向上を図ろうとした。アンドロッポフの下で初めて経済の停滞と科学技術の進捗の地帯が公表され、後のグラスノスチの洗礼となった。このような政策により産業生産工は4%増加し、ロボット工学など新技術への投資が拡大した。一方で、 アンドロポフはヨシフ・スターリンの下で導入された計画経済からの転換を拒み続けた。上記の政策はアンドロポフ死後にアレクサンドル・ヤコブレフによってアンドロポフの改革の効果は要するに燃料を使い果たした電車を磨き立てることで速度を上げようとするようなものだったと評された。ポーランドのヤルゼルスキ首相と会談するアンドロポフ・アンドロポフは初期長就任後、 アフガニスタンにおけるソビエト連邦軍の劣勢やポーランドでの民主化運動の激化など一連の厳しい外交状況に直面した。とりわけ最も大きな外交的苦難であったのはアメリカのロナルド・レーガン大統領によって開始された新冷戦の激化であった。レーガンはソビエトを悪の帝国と非難し、米国の強大な経済力を背景にソビエト経済の破綻を画策していた。 具体的には、アメリカが軍事に対し膨大な投資をすることで、ソ連が軍事支出を増加せざるを得ない状況を作り出し、すでに衰退が始まっていたソビエト経済を圧迫させることであった。これに対しアンドロポフは声明で、米ソの対話には賛成だが、対話のための対話や力の立場からの対話には応じられないと冷徹な返答を与えつつも、 軍事予算を国会予算の70%まで引き上げることを余儀なくされた。この時点でソ連は衰退の途上にあるとはいえ、依然として東側陣営の名手としてシリア、イラク、リビア、南イエメン、キューバ、北朝鮮等に数十億ドル規模の軍事援助を行っていた超大国であった。アンドロッポフの主たる目標はあくまでも大規模な戦争を避けることだった。 アンドロッポフはソ連邦結成60周年記念集会で、米ソ双方が戦略兵器を25%以上削減し、同数の運搬手段を持つこと、ソ連は英英物のミサイル保有数と同数まで長距離戦域ミサイルを削減する用意があるなどと提案。さらに、アフガニスタンからの撤退を模索し始め、デタントの再構築を図ろうとしたものの、その間絶え間なく、 戦闘は続き、アンドロポフ在任中の撤兵は実現しなかった。1983年3月23日、レーガンが戦略防衛構想を発表した際、アンドロポフは核戦争を避ける最良の手段を模索しなければならない。この構想に対抗することは無責任ではなく非常識なことだ。と述べた。同年8月、アンドロポフはソ連が 宇宙空間におけるすべての軍事作業を停止していることを発表した。一方、欧米との中距離核戦力に関する軍備、管理協議は11月にソ連によって中断され、年末までにすべての軍備管理協議は打ち切られた。最高指導者としての短い在任期間中の最も著名な行為の一つに、アメリカの10歳の少女であるサマンサ・スミスからの手紙に応答し、 ソ連に招待したというものがある。スミスは実際にソ連を訪問したものの、当のアンドロポフは病気が進行しており、面会は叶なわなかった。1983年9月1日、ソウルに向かって飛行中だった大韓航空機007便が領空侵犯の疑いをかけられ、カラフト上空でソ連軍機によって撃墜された。 当時書記長だったアンドロポフはこの事件に際して事件はアメリカの特務機関が南朝鮮を使って企んだ巧みな挑発でその責任はアメリカにあると白を切る内容の声明を発表。零零七便がアメリカのスパイ活動に協力していたという主張を裏付けることができないというウスチノフ国防省の進言を受けブラックボックスの非公開を決め込んだ。 ようやく権力の頂点に登り詰めたアンドロポフであったが、持病の糖尿病による人気脳低下の障害は、初期長就任後から彼の政治的指揮権と能力発揮の阻害要因となった。当初、アンドロポフは多忙な政治日程をこなし、精力的な仕事ぶりを見せた。ブレジネフが夏に入ると、早々と休暇を取り、1ヶ月から2ヶ月執務を離れたのとは、 対照的だった。1983年夏も、出ずっぱりと言えるほどの忙しさで、夏に、滅法強いアンドロポフとの評判さえ生まれた。しかし、このまま病気は進行し、7月から8月にかけて、健康状態は悪化の一途をたどっていた。最高会議幹部会議長に選出された、蔡の受学演説は、演壇まで歩ける状態になく、やむなく自席で行うありさまであり、 西ドイツのヘルムート・コール首相との首脳会談の際も、クレムリン到着時、ボディーガードの補助なしに車から降りることも、ままならなかった。9月1日の政治局会議を司会したのを最後に、アンドロポフは、公の席から姿を消し、これ以降、死去するまで半年近くにわたって病床から政務を行った。9月末に、南エメンのアリナセール・モハメド最高人民会議。 上任幹部会議長との会談が報じられたが、会談がどこで行われたかは伏せられ、会談の写真も公表されなかった。10月15日からの予定だったブルガリア訪問は、直前になって延期された。同国の首都ソフィアでは歓迎準備が進められており、急遽の訪問取りやめによって、改めて初期長の健康問題が関心を集めた。 11月7日の革命66周年記念軍事パレードも欠席し、政敵のチェルネンコ代二初期が本来そこに立つはずであったアンドロポフに代わり、霊人病状のひな団中央を陣取った。ワシントンの中米ソ連大使館で記帳するレーガン米大統領1月下旬、アンドロポフの健康状態は急激に悪化し、意識混濁状態に陥った。 そして1984年2月9日16時50分、アンドロポフは人不全により死去した69歳ボーツ。政治局員及び政治局員候補の多くは彼の死をその翌日になって知らされた。日本では NHK がアンドロポフ死亡とのフッツシェイソン外相談と速報をうち2月10日国営テレビやラジオを通してその死が公式発表された。 公認には、アンドロポフのライバルであり、性的であった、保守派のコンスタンティンチェルネンコがついた。アンドロポフ自身はゴルバチョフを後継に考えていたようであるが、病心では、その実現も、ままならなかった。赤の広場、革命原訓母にあるアンドロポフの墓4日間の、服務期間の後、2月14日正午から、赤の広場で国葬が取り行われ、 葬儀委員長を務めたチェルネンコのほか、第一副首相権外相のグロムイコや、国防省のウスチノフラが追悼の辞を述べた。日本の安倍晋太郎外務大臣や米国のブッシュ、副大統領、英国のサッチャー首相など、西側諸国の要人も参列した。遺体は、重宝が鳴り響き、ソ連国家が演奏される中、レーニン病裏の革命原君母のミハイル・カリーニンと、 フェリックス・ジェルジンスキーの間に埋葬された。2014年に発行されたアンドロポフを記念した、切手単名の初期長でありながら、改革派の指導者として、ゴルバチョフ等の高台の指導者に与えた影響は大きく、特に、KGB 出身であるウラジーミル・プーチンは、KGB 議長経験者初の初期長を務めたアンドロポフを称賛し、記念の執務室や名番を復活させたり、 サンクトペテルブルク市街地にアンドロッポフの銅像を建てたりと他のソ連の指導者とは別格として検証を行っている。ありがとうございます。